た。こんにちは。はい、ユダさん。はい。今日もまた練習場から。寒いから動いてんだろ、無駄に。やっぱね、体動かしてくると暖かくなるので。そうだな。はい。お前リズム感いいね、意外に。私あのダンスもやってたし、あのバレエも習ったんで。ボックスできる？あ、全然できますよ。普通に。普通にできますよ。そうですよ、できますよ。そうだ。なんかおかしいボックス。それなんかメキシカンロックみたいな。昔のこう。あ、こうですか？ちょっと。ちょっとおかしい。ボックスってこうですよ、こうですよ。あとこういうのですよ、こうやって。そうだな、うん、はいはい、ではなく、はい、リズム感ではなく、はい、今日は豊川さんの、はい、スイングのちょっと速さを知りたいなと思って。そんなの知りたい。知りたい。まあまあ、例えばゴルフのヘッドスピードがどうかとか、どうかとか、まあ、ヘッドスピードっていうのは大切だよな。それ野球も同じなんですか？まあ、それは遅いより速い方がいいよね。あ、うん、それはスピードがあるっていうことだ。それスピードがあると、それって例えばホームランになりやすいとか、うん、鋭い打球が打てて、はい、ヒットになる確率が高いとか、そういうのはあるよね。じゃあプロ野球選手って大体そのヘッドスピードって平均値どのぐらいなんですか？どのぐらいだろうな。130は超えるんじゃない？140とか。130、140、これすごいんですか？それがすごいのかどうか分かんない。我々の時代そんなハイテク機器なんかないじゃない。測れないですもんね。測れないよ。で、豊さん測ったことあります？ない。ただ昨年かな、ロッテのキャンプ行った時に、はい、うん、それで測ってたんだよね。はい。で測ってんの見たら、うん、アジャが測ってたんだけど、井上誠也、はい、が測ってたんだけど、うん、それが130とか140近かったと思うんだよね。結構フルスイングでですか？うん、あ、じゃあ130、140って言ったらかなりすごいってことじゃないですか？たださ、はい、スピードガンも一緒だけど、はい、あのちょっと角度が変わっただけでスピードって変わっちゃうんだよね。まあ、そうですよね。だからそこら辺はちょっと分かんないんだけど、うん、あの精密ではないよね。まあそうですね、正確ではないってことですね。でも、まあ、まあヘッドスピードっていうのはやっぱ大切、うん、大切、うん、あれ、お、何かついているバットに。なんかついちゃってる、ね、なんだこれは。なんだな。ということで、豊さんのちょっとヘッドスピード、はい、どのぐらいなものかと。だから、はい、機械によって数値が変わるからね。あ、そうなんです。だからこれはプロの仕様ではないものなので、うん、ちょっと数値が低く出てしまうかのものらしいんですよ。多分そうだよね。はい、そうです、そうです。なのでちょっとこれどう参考にしていいのかわからないんですけれども、うん、ちょっととりあえずやってみましょうよ。左、ちょっと森富士が最初にやってみてどのぐらいのスピードがあるかということで。あ、なるほどね。私がね、まず、うん、じゃあ例えば私左打ちなの。私左打ちも右打ちもないです。右で、どっちが振りやすい？右の方が振りやすいです。例えば私初心者がやってどのぐらいかと、うん、ね、あと例えばちょっと野球経験者があるやってどのぐらいか、やってどのぐらい、そして豊さんがやってどのぐらいかっていうのをやってみましょうか。う、ね、これピッ、もういいんですか？そのまま振っていい。豊さん殴っちゃうかもしれない。大丈夫ですか？この距離で殴ったら相当腕長いぞ。いきますよ。はい。何いくつ？22。22。これ。あ、22だね。22だ。結構振りましたよ今。今結構振ったのそれで。はい、振りました。はい。そしてちょっとね。ちょっとスタッフの野球経験者の、はい、山田。ね、ちょっと、うん、経験してないけれども、まあ、やったことはある。左、あ、左なの。お、ね、あるじゃん、ね、お、じゃあ振ってもらいましょうか。ちょっと振ってもらおうかな、うん、おー、結構92。92。お、92。すごいね。すごいじゃん。ちょっとな。さあ、豊さん、はい、じゃあ、プロは。ちょっと待って。お腹出てる。お腹出てますね。おー、やっぱり22、92ってことはやっぱプロだ。まあ、100はいかんと。そうですよね。はい、お、すごい、ビュンビュン言う。やめよう。いくつですか？79。素人に負けてんの。ルルさん、右。いやいや、そんなことはないと思う。そんな、あいつないくつだった？92。嘘だろ、あのスピードで。もう一回行きましょう。そう、ちょっとなんか誤差があったんですよ、誤差が。そうだよ、うん、もう一回もう一回。プロですよ、こっちは。あ、いい音した、いい音した。負けてる。まさかの82。まさかので、右はどうですか？今度右で、右で。お、いいんじゃない？
右の方が早い、右の方が早い、85、 85、 豊さん右打ちに変えましょうよ。遅い、遅い、もう、もう遅い、ちょ、もう一回右やってみてください。ちょっと俺がっかりして触れないんだけど。83、左より右がいい。ちょっと待って、親指が、いや、だから、はい、俺ゴルフは右の方が飛ぶんだよ。やっぱそうなんですね。左もやったことあるけど、右の方が飛距離いいんですか。飛ぶんだよ。だからヘッドスピードなんだな、やっぱ。やっぱそういうことですね。いや、ちょっともう一回左やらせて。このままじゃ帰れない。いや、帰れませんよ。やっぱりさ、本職でさ、うん、左やってて、うん、右の方がヘッドスピード速かったって言ったら、俺のプロ生活って何だったんだと思うよね。右でやってた方が良かったんじゃなかろうか。まあでも左の方が綺麗だろ、スイングは。綺麗とかじゃなくて、ヘッドスピードにこだわって。左ですからね、左。お、今度は行ったんじゃない。あ、85だ。右も左も85、バランスが取れてる。あ、やっぱっていうことじゃないでしょ。違いますね。っていうことじゃない、それ欲しい数字はそこじゃない。もう一回ちょっと右やってみてください。全力でね、これさ、うん、全力で。ちょ、お前ここの人に中学生100超えんのか聞いてこいよ、お前。あ、後で聞いてきますよ。聞いてこい、お前。これ俺85じゃ帰れないよ、お前。そうですよね。右行ってみましょうか。なんか俺の人生のリミットが表示されてみたいな感じだ。85だ。左だったら79とかですよ。ちょっと真剣に行くぞ、うん。もう一回左行ったんですか。あれ79、落ちてる。落ちてる。寿命が縮まってる。いや、ちょっと待って、これなんか振り方があるはずなんだ。右は、右は、右、もう一回ちょっと今度右やってみてください。83。やっぱね、右打ちの方が良かったのかな。このスイング綺麗ですよ。あ、そう。はい、ちょっと失敗、俺人生。いや、でももしかするとこれほら、プロ仕様でも、うん、あの低く出ますよって言われるんじゃないですか。まあ、プロで80ぐらいとか70が実はすごいって言われるかもしれない。だから聞いてこいって。中学生、いや、ここの練習場って中学生が使うみたいなんだけど。なるほどね。どのぐらい多分やってると思うんだ。中学生と負けたら大変なことになるぞ。ちょっと待って、もう一回左で。もう一回左で。ちょっと頭つきた、やっと、うんうん。ちょっとお前投げてくれ、そこ。わかりました。投げるんですか。いや違う違う、ボールいらないから。あ、フリーですよね。じゃあ私は江川さんだと思ってください。そうそうそう。よっしゃ、よし、来た。85。ほら、86。あ、ほらほら。やっぱりね。やっぱ出せるといいんだ。あるんだよ、あるんだよ。あるんだ。誰から打ちたかったんですか。あと江川さん、他に西本さん。白竹さん。苦手だったから。そうだ。じゃあ私を白竹、右打ち、左投げ、右投げ。右投げ。私を白竹さんだと思ってくださいね。そうそうそう。ほら。82だ。ほら、やっぱ当たんないんだよ。多分当たってねえんだよ。やっぱ白竹さんは当たってないんだ。なんか、ね、白竹と思うだけで苦手意識あるから。そう、誰が相性良かったですか、豊さん。相性は豊さん、まあ、そんなに悪いピッチャーいなかったよ。だから豊さんが得意としてたピッチャー誰ですか。そんなこと言えないじゃん。いいです、いいです、もういいですよ。いや、桑田はね、うん、対戦が楽しかった。楽しかった。よし、行ってこい。じゃあ私、桑田さんだと思って行きますよ。やっぱね、うん、86が最高、マックスでしょ。だ、江川さんって言ったらすっごい振りましたね。そうだな、うん、やっぱ速いっていうイメージがあるから。速いっていうイメージが。あー、ちょっとさ、うん、スタッフに振ってもらおう。あ、そうですね、スタッフ、まあ、どのぐらいか、うん、じゃあ、ちょっとやってもらいましょう。なるほど、振ってみよう、はい、92。お前本当か、お前遠慮があるだろ普通。ちょっとね、お前あんなスイングで92か。お前92。ちょっと待って、いくつだお前年。やっぱね、22は、うん、早いんだな。やっぱそうですね、22、若さには勝てないんですよ。勝てないんだな、やっぱ、うん、そうですよ。で、豊さんも22だったら多分100超えてましたよ。そうだな。そうですね、はい、わかりました。はい。